はい、皆さんこんにちは、あみです。今日はママと映画に行くので、まあ映画見るだけ、映画とご飯に行くんですけど、まあ、映画デートということでメイクしていきたいと思います。お風呂上がったばっかりで、ちょっと前髪だけ乾かしたんですけど、まずこのキールズのスーパーマルチコレクティブクリーム、最近これ使ってます。買った時はあんまりいいなって感じしなかったんですけど、久しぶりに使ったら良かったので最近使ってます。ちなみに化粧水は、洗面所に置いてあるエルクシールの化粧水をもう常に塗ってあります。そしたら唇が乾燥してるのでリップマキシマイザー塗っていきます。もう日が落ちてるので、このイヴ・サンローランのラディアントタッチブラープライマー使っていきます。これ使っていこうかな。日本でもね、最近発売されたこのフィットミーのファンデーションです。ちなみにこれ同じファンデーションなんですけど、スペインで買ったのでちょっとチューブタイプになっていて、あとね、色が日本にない128番になっています。ちなみになんか私、その日本で、まあ、一応ね発売されたということで、まあ見には行ったんですけど、この128番がなくって、確か125番あたりから結構飛んで暗い色にいってるんですよね。だからなんかその中間の色がね欲しいのに、中間の色ないと思って、そうだからこの128番で買っといてよかったなと思って、ちょうどね私の肌の色ですね。塗っていきます。ほんとこれはカバー力があまりないファンデーションっていうイメージですね。旅行先で一回使ったのかな。こんな感じの仕上がりなんですけど、自分のお肌よりもなんか少し綺麗に見せてくれるっていう感じの仕上がりですね。こうやって近くで見てみると本当に素肌が透けていて、頬の赤みだったりとか、ここの毛細血管だったりとか、ニキビ、この鼻の赤みとか、なんだろう、ここの額の色ムラだったりとか、そういうのは全体的にやっぱ隠れない感じで、カバー力はあまりないなって感じますね。まあ、でもこういう仕上がりがね好きな方もいると思うので、外資のファンデーションでは珍しいんじゃないかなと思いますね。そしてカバー力はコンシーラーで出していきます。このローラメルシエのいつものコンシーラーと、このカラーポップのいつものコンシーラーです。2W っていうカラーポップのコンシーラーは10番を使っています。まあこれはね明るさ出すための色なので、ちょっとだけこれでね、なんか頬ら辺、顔の中心のカバー力はこれで出していきます。やっぱここら辺素肌が透けてたりとかすると、チークうまく綺麗にね塗ってくれなかったりだとかするので、そしたらいつも通りローラメルシエのフェイスパウダー取って、でちょっと蓋でこのブラシに、なんだろう、食べさせて乗せていきます。そして今日はね、あの二重の調子がいいので、そのままメイクしていきます。いつもは暗めで眉毛描いているんですけど、今日はこのハイライトの色だったりとか、ちょっと毛先の色に、あ、ちょっと髪の毛濡れてるので分かりづらいんですけど、このちょっとカーキっぽい明るい眉に仕上げていきたいと思います。ビセリシェのプロパウダーの BR3 番です。カーキっぽい色味のやつですね。まずここの一番下の明るいカラー、ブラシにとって眉頭の方を埋めていきます。で眉毛ちょっと整えたので、全体的に眉尻の方までちょっと埋めていっちゃいます。
そしてここに牡蠣を少し取って重ねていきます。目尻の方はこの色とここの色をちょっと取って、アップスのカラフルアイブロウマスカラ、アッシュグリーンっていうカラーを使っていきます。おお、めっちゃカーキーになるな。カメラで伝わってるかな。で、気持ちもちょっと明るくしていきたいので、このケイトの 3D アイブロウカラーの BR2 番、こういうなんかちょっと明るいね、ちょっと白っぽい色なんですけど、塗って明るくしていきます。最初にこのアディクションのザ・アイシャドウの81番のカラー、こういうマットなね、可愛いカラーなんですよ。これがちょっと大きめのブラシなんですけど、にとってアイホール全体にのせていきます。アディクションのザ・アイシャドウの67番プライベートビーチっていうカラー、こういうねラメなんですけど、塗るとねわかるかな、なんかねちょっと控えめなベージュカラーにシルバーのラメが入ってるみたいな色です。これをまぶた全体にのせていきます。まあ、プライベートビーチ一色だとちょっと深みが出ないので、ベースにこの81番入れてからのせました。で、下まぶたにはこのプライベートビーチだけ、今日はそのままもうビューラーしてマスカラ塗っていきます。前回のメイク動画でマジョマジョのラッシュキングっていうマスカラを買ったから使ったんですけど、本当にね目が痛くて痛くて、多分繊維が入りすぎているのかなんなのか、ずっと目がねゴロ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 痛くて、なんかさ一本変なとこからまつげ生えててさ、ちょっと邪魔だから切っちゃう。マスカラベース、ついに新しいの買ってきました。やっぱね、つきがいい。なんか最近まつげ短くなった気がする。なんだろう。で、マスカラはいつものヒロインメイク。目尻だけアイライン引いていきます。はい、そしたらシェーディング入れていきます。あ、これいつものフュージョンズフォーミュラ。前髪がノーズシャドウはね、最近はこっちのトゥークールフォースクールの真ん中の色、ちょっと赤みが少ない色を使ってます。そしたらフェイスミスト、クラランス、そしてハイライト、あ、チーク、あー順番間違えた、チークね、チーク今日は久しぶりのちょうど登場、このローラメルシエのウィンドフラッシュカラーパウダー、こんな感じの色です。コーラルカラーですね。ちょっとだけ鼻先にも。そしてハイライトですね。このクリオのプリズムヘアハイライター。もう変わっちゃった。はい、こんな感じでちょっと髪の毛と、いろいろして戻ってきます。やばい、待ち時間ない。え、何かが垂れている。何が垂れている。あなたに何が垂れている。化粧水が垂れていた。待ち時間ねえっす、やべっす。
クリオのベイルティント、ツヤのティントです。こんな感じのね、超可愛いカラーなんです。超可愛い。今日はこれ、なんか久しぶりにこういう色つけた気がする。でもなんか違う、この色、ウィッシュフル、これメイクアップレボリューションの、うん、こっちだね。これにちょっと直接つけちゃうと、私唇の色がね赤いから。で、前髪、うん、やばい、もうママのことちょっと迎えに行かなきゃいけないのに、もう駅に着いちゃうって、あ、やばい。ちょっと前髪ね、はい。で、そして最強の時短ヘア、全体的に外巻き、もう最近こればっかり、全体的に軽く外巻きにします。寒い中ママを駅で待たせてしまう、それはちょっと避けたい。結構きつめに外羽にします。はい、全体的にこの前の髪だけ外巻きにします。これあのキャンメイク あのプチプラメイクでもやってた髪型ですね。超楽ちんで可愛く見える。はい、これでメイクの完成です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。